よくやっているな、エルシオールと紋章機。他の味方が総崩れになっていると思う。所詮は無駄なあがきです。差し物ロストテクノロジーも我が軍の圧倒的な数の前では風前の灯火。しかしあのマイヤーズという男、なかなかやる。惜しいな、実は。エオニア様の理想を理解できない愚か者です。いくら有能であろうと、志なき者に未来はありません。そうだ、私の心はすでに固まっている。シヴァが手に入らなくとも封印を解く手は見つかる。もはや反逆者どもの始末に遠慮はいらぬ。心得ております。その生き残った反逆者どものことですが、いかがいたしましょうか。彼らとて武人の端くれだ。せめて戦って死ぬ権利ぐらいは与えてやってもいいだ。もうお優しいんだから、お兄様は。ノアか、いけないかい。いけないわ。抵抗する権利を与えるなんて。ノア様、直接船全体に話しかけるのはご遠慮くださいと以前から。いちいち呼び出しをするなんて面倒だもん。いいじゃない。ですが我々はノア様と違い。いや、よい。続きを聞こうではない。失礼しました。いいこと、お兄様。お兄様に逆らった人間たちなのよ。そんなやり方じゃ全然物足りないわ。もっと惨めで、もっともっと恐ろしい死に方をさせなくちゃダメ。やれやれ、厳しいね。それじゃあノアならどうして。ノアなら狙い撃ちの的にしちゃうわ。通信とモニターだけを残して、あとは全部機能を停止させるの。そこをノアたちの船で攻撃するのよ。指一本動かせない。だけど目だけは無事なまま迫ってくる刃を見つめ続けなきゃいけないのって、とっても恐ろしい死に方なんじゃない？なるほど。確かにそれはとても恐ろしい。でしょ？ねえお兄様、ノアに任せて。ああ、いいと思う。やっておくれ。エオニア様。わーい、ありがとうお兄様。ノア、頑張っちゃうね。あ、そうだ。紋章機と、紋章機をくれなかったタクトの船は、特に時間をかけてゆっくり壊してあげよっと。それじゃ、見ていてちょうだい。お兄様、何だったんだ今の光は。大変です、
ルシオールの使用システムが停止しました。メインバーニア、姿勢制御用バーニア、火器管制システムなどクロノストリングエンジンに依存するシステムが起動停止。情報通信系統、環境維持システムは無事です。ただサブシステムのエネルギーがいつまで持つかは不明です。そんなバカな、一体何が起きたんだ。エンジェル隊から通信です。タクトさん、紋章機が急に動かなくなっちゃいました。どうなってるんですか。エンジンが急に止まったの。再起動しようとしてもうんともすんとも言わないわ。エルシオールも動かないのですか。私たちだけじゃありませんわ。友軍の船も全て動きを止めています。何がどうなってんだい。ともかくただの故障じゃないことだけは確かなようだね。さっきの黒い光が原因ではないでしょうか。あの光が広がった直後に紋章機の動きが変になりましたもの。無人艦隊と攻撃衛星が動き出しました。こちらに向かってきます。ダメだ、回避できない。こちらも回避不能です。敵の一斉射撃が来ます。こっちも生きてるよ。みんな、無事かい？はい、なんとか。とりあえずだけど、大丈夫です。ダメみたいです。ごめんなさい。今ならまだ間に合う。シバ王子を救命ポットで脱出させるべきだ。何を言う。私だけ脱出するなどできるか。あの指令、乗組員にも退艦命令を出しますか。マイヤーズ氏、ダメ、全然動かない。どうしたらいいの。せめて修理機能だけでも回復できれば。無理な注文言ってもしょうがないよ。こいつは覚悟を決めた方がいいかもね。もうここまでなんでしょうか、私たち。そうかもしれない。紋章機が動かないんじゃどうすることも。ここで諦めてどうするんだ。
自分たちの力を信じろ。最後の最後まで。そうだね。ここで逃げてたまるかっての。せっかく今日まで頑張って、今投げ出したら全てが無意味ですわ。私たちが倒れたら、次はもっと多くの人たちが犠牲になる。つまんないちっぽけな命かもしんないけど、あんな得体の知れないものにくれてやるほど安くないんだから、絶対に絶対に負けません。あ、何よこれ。これは何かが勝手に動いて、紋章機の隠された力。紋章機だけじゃない、エルシオールもおかしいぞ。全システムが暴走している。暴走とは違うような。これはまさかシステムそのものが書き換えられていく。見ろ、動力圏が異常なエネルギー数値を示している。上がっているみたいですわ。この翼のせいでしょうか。動力系良好。考えるのは後回しだ。まずは目の前の問題を片付けようじゃないか。はい、黒き月。なんだあの輝きは。あの翼は一体何なのだ。わかりません。ノア様のフィールドの中で動けるはずは。ともかくここは様子を見た方が良さそうだ。一旦後方へ引くぞ。エンジェル隊配置完了しました。システム全て良好。攻撃準備整いました。作戦図メインモニターに出します。敵の編成は防衛ラインを形成している攻撃衛星、高速突撃艦、それに大型戦闘母艦だ。もちろんですわ、お任せください。もう一度作戦内容を確認するか。了解。
今なら負ける気がしないわ。今の紋章機なら。その通り。今度はこっちの番だよ。これまでやられた分、利子をつけてお返しして差し上げますわ。今を行きましょう、タクトさん。よし、行こう。みんなの力を合わせて黒き月への突破口を開くんだ。動けるようになってから性能も格段に上がっていますわ。しかし理由はどうあれ、この翼のおかげで助かりましたわね。タクトさん、今の紋章機なら敵を一掃できるに違いありませんわ。タクト、今から攻撃を始めるわ。攻撃衛星は必ず排除いたします。早くこの感覚になれなきゃ。さあ行くわよ、やっつけちゃうから。タクトさん、エルシュールにも何か変化がございますか。タクト、今から攻撃を始めるわ。見ててね。狙った箇所に正確に当てられますわ。目標沈黙。今度は絶対に当てるわよ。以前あれだけ苦労したのは嘘のようです。目標を確認いたしました。行ってみますか。OK、任せといて。はい、タクトさん、お任せください。敵に回避されました。効果的な一撃を与えられましたよ。タクトさん、ご覧になりました。攻撃をかわしましたが、ご心配なく。タクトさん、早くこの感覚になれなきゃ。タクトさん、攻撃を回避できました。強くなる。まるで別の機体のようですわ。回避に成功しました。了解です、タクトさん。すごい性能ですわ。これならきっと勝てますわよ。攻撃されましたけど、あまり効いてないです。ラッキースター行きまーす。ハイパーカノン、うわー、直撃を受けちゃいました。
撃成功しました。狙った箇所に正確に当てられますわ。トリックマスター了解ですわ。敵を見つけました。行ってきます、タクトさん。はい、タクトさん、任せてください。あれ、当たったと思ったのに回避できたら。今までと少しタイミングが違うってことか。了解、あんたを信じるよ。了解しました。すぐに飛んでまいりますわ。了解、すぐに向かうわ。今ならひとっ飛びよ。ぶっ飛べアンダークロー。敵の破壊に成功。邪魔に乗ってのよ。よし、かわした。狙いが単純なんだよ。もう一度やってみます。了解です、タクトさん。わかったわ、タクト。はい、タクトさん。行動を開始します。レーダーの反応あり。これより攻撃に向かいます。目標に到達いたしました。攻撃を開始しますわ、タクトさん。よし、来た、タクト。タクトさん、お任せください。了解、あんたを信じるよ。了解です、今すぐ行きます。了解、すぐに向かうわ。今ならひとっ飛びよ。了解しました。すぐに飛んでまいりますわ。大丈夫、かすめただけですわ。その程度の攻撃では私を止められませんわよ。はい、タクトさん、お任せください。4番機、攻撃を回避した。ざっとこんなもんだよ。外しちゃった。早くこの感覚に慣れなきゃ。わかったわ、タクト。了解です、タクトさん。了解です、今すぐ行きます。攻撃回避したわ。機動力が違うのよ、機動力が。よし、回避できた。紋章機の反応がすごくいいわ。攻撃回避したわ。もう許さないわよ。いけアンダークローン。よし、来た、タクト。目標を捕捕した。行ってくるよ、タクト。やったわ、タクト。跡形もなく消し飛びだ。今の一撃、トライクバースト。ちぇ、外したか。でも二度は外さないよ。了解、すぐに向かうわ。今ならひとっ飛びよ。トリックマスター、了解ですわ。ハーベスター、了解。回避成功。しまった、狙いが逸れたよ。私とあれ違うのよ。外したか。でも二度は外さないよ。エネルギーが低下してきたわ。けど、まだ大丈夫よ。四番機、攻撃を回避した。ざっとこんなもんだよ。攻撃は回避した。今度はこっちから行くよ。発射。よし、かわした。タクトさん、狙いが単純なんだよ。今の紋章機はすごいです。
ラスコさん、攻撃を回避できました。狙いが取れました。今度こそは。すごい性能ですわ。これならきっと勝てますわよ。エネルギーが足りなくなってきたけど、呼吸はまだ大丈夫かな。ダクト、聞いてよ。この紋章機すごいわ。よし、復活。これでもう怖いものなしよ。了解、すぐに向かうわ。今ならひとっ飛びよ。ダクトさん、敵を発見しました。これより攻撃に向かいます。4番機、応急処置が完了した。もう一暴れしてくるよ。助かりました。じゃあまた行ってきます。3番機、回復しました。これで先生に戻りますわね。今までとは性能が段違いなの。同じ紋章機とは思えないくらい。何が起きたんだか知らないけど、この翼があれば。攻撃回避したわ。機動力が違うのよ、機動力が。タクト、あの攻撃衛星は全部撃ち落としてあげるから見ててね。了解、すぐに向かうわ。今ならひとっ飛びよ。成功。今日も私は一味違うわよ。よし、回避できた。紋章機の反応がすごくいいわ。当たっちゃったわ。強くなったと止めー。アンカークロー。やったわよ、タクト。当たったと思ったのに。敵を撃ち落としたわ。回避成功。今日も私は一味違うわよ。オッケー、任せといて。了解しました。トリックマスター、了解ですわ。了解、あいつらに新しい紋章機の力を見せてやるよ。よし、回避できた。目標の勝利を完了しました。すごくいいわ。攻撃に失敗。もう一度やってみます。攻撃回避したわ。機動力が違うのよ、機動力が。強くなる。まるで別の機体のようですわ。これから攻撃に入る。今の4番機ならすぐにガタがつくさ。翼に生えた紋章機に力試してまいりましょう。攻撃を始めますわ。回避成功。今日の私は一味違うわよ。了解です、今すぐ行きます。タクトさん、攻撃を回避できました。まるで別の機体のようですわ。あれ、目標を撃破。回避できたら以上です。よかった。タクトさん、はい、タクトさん、任せてください。了解、すぐに向かうわ。修復を開始します。リピアウェーブ、目標は発見。行ってまいりますわ、タクトさん。あれ、動かした時の感じが前と少し違うな。まあいいか。一方的にやられた分、お返ししてやるわ。もう許さないわよ。いけー、アンダークローン。
攻撃目標全滅しました。タクト、今なら黒き月に到達できるぞ。よし、目標変更、黒き月本体を狙う。あれがロストテクノロジーの真の力なのか。黒き月のエネルギー反応低下していきます。なんだと、ノアは何をしているのだ。ノア様からの応答ありません。ただセンサー類の出力はむしろ上昇中です。まるで何かを探っているような。観察しているのか。白き月の落とし者たちも秘められた力を。いかがいたしましょう、エオニア様。やむを得ない。コントロール可能な艦隊は全て黒き月の周辺まで後退させろ。はっ、承知いたしました。黒き月を叩く絶好のチャンスだってのに。司令、ルフト重傷から通信が入りました。タクト、見事だったぞ。いや、胸がすく思いじゃった。まだ興奮が収まらんよ。あのデカブツも何やら動きを止めたようじゃ。今のうちに撤退し体勢を整えよう。敵が動きを止めた途端にこちらは自由を取り戻した。今惑星ローグの裏側に再集結中じゃ。うん、そこで改めて話をしよう。ではな。了解。エルシオール前進。紋章機を収容後、合流ポイントへ向かう。マイヤーズ司令、味方艦隊との合流ポイントに到着しました。依然沈黙を保っています。惑星ロームを挟んで睨み合いか。あのデカブツもいずれ動き出すだろう。そうなる前になんとか型をつけたいもんだな。生き残った味方が集結できたとはいえ前途多難だな。失礼します、エンジェル隊ただいま戻りました。
来る途中で外の様子も見てきたけど、ひどいもんだね。無傷の船なんて全然いないよ。皆さん、この合流ポイントまでたどり着いたのが不思議なくらいですわ。死傷者も相当な数に上っているようです。これじゃあ体制の立て直しといっても2、3日どころじゃ効かないわね。私たちも驚いているところですわ。紋章機にあのような力があったなんて。それにしてもあの時紋章機とエルシオールに起きたあれは一体何だったんだい？それに関してはクレーター班長を中心に調査してもらっているところです。何か分かったら報告があるでしょう。司令、ルフト准将から通信が入っています。ご苦労じゃったな、タクト。エンジェル隊も揃っておるか？状況か、簡単に言うと今はわしが総司令代行を務めておる。ファーゴを脱出する際、エオニア軍の攻撃で他にもわしより階級が上の方々は全員行方知れずでな、やむなく今はわしが指揮を執っておるのじゃ。多くの犠牲者が出たのだな。はっ。しかし芝王子がご無事であられただけでも不幸中の幸いです。うん、ルフトよ、広告軍を再びまとめ上げる役目お前に委ねる。謹んで拝命いたします。老骨に鞭打って最大限の努力をいたします。さてタクトよ、お前の今後のことなんじゃが。エルシオールとエンジェル隊の司令は引き続きお前に任せようと思う。引き受けてもらえるか？うん、頼むぞ。他にもいろいろと聞きたいことはあるが、いかんせん処理せねばならない問題が山積みでな。また時間が取れたらこちらから連絡しよう。ともかく今はゆっくり休んでくれ。タクトさん。ほらミント、あんたから何か言うことがあるんじゃないかい？どうした？黒き月に変化が見られます。メインモニターに映像を出します。黒き月の内部から無人艦が次々と出現しています。周辺の無人艦も集結しつつあるようです。新手の無人艦隊、他の艦隊と合流しつつ黒き月を囲むように布陣しています。攻撃衛星の代わりの防衛ラインってわけか。これじゃ本当にキリがないぜ。いかにもあのまがまがしい姿、あれはまさしく黒き月に違いない。黒き月、
自己増殖。察するに黒き月とは無人艦隊の生産工場といったところでしょうか。だとしたら大変じゃない。あの黒き月がある限り無人艦隊がどんどん作られるってわけでしょ。それだけじゃないよ。ファーゴとローモを壊滅させた攻撃や紋章機を機能停止させた妙な光もあいつの仕業なんだ。これからどうなっちゃうんでしょう。勝てるんですか私たち。何でしょうか。ああそうだな、なんだかんだでずっと戦いっぱなしだったからな。ファーグを離れてからもう20時間ほど経っています。そんなに時間が経ってたんだ。興奮しているせいか全然気がつかなかった。それじゃあ私たちは先に休ませてもらおうとするよ。行こうみんな。舞踏会が開かれていたなんて、まるで遠い世界の出来事のようですわね。はい、お先に失礼させていただきますわ。タクトさんも無理をなさらないでください。では、私も部屋に戻らせてもらうぞ。皆の者、ご苦労であった。そうだな。敵はどんどん数を増やせるのに対して、こっちの戦力はガタ落ちだからな。数少ない味方も、自分たちの修理や被害を受けた民間人の救助で大忙しですもんね。エルシオールにしてもファーゴを大急ぎで脱出してきたせいで、かろうじて修理ができる程度の補給物資しかありません。まったくだ。今のところ黒き月が動かないでいるのがせめてもの救いか。お前のその性格が今は羨ましいよ。ところで、お前も休んだらどうだ。交代が必要になったら呼ぶ。一眠りするなり、館内の様子を見てくるなり、好きにしていいぞ。私たちも交代で休ませてもらいますから、ご心配なく。司令もお休みになってください。お疲れ様です。